はい、お願いします。今聴いた曲は ONO AKA マシンライブのインダクターベース。どうですかこの曲。いやかっこいいですよね。かっこいいですね。北海道のアーティスト ONO ちゃん、めっちゃ憧れてましたもん。かっこいいよね、小野さん。小野さん、そうでね、なんか小野ちゃんって言っちゃうけどダメだよ。小野さんで小野さんですね。たまたまあの違う取材で彼のスタジオに行って、うん、はい、でサウンド&レコーディングという雑誌の撮影頼まれて、うんうんうん、はい、撮ったんですよビデオ、うんうん、そのこう曲作ってるところ、うん、それで久しぶりに再会して、で話してアルバムをもらって帰って、うん、でサウンドラインに1曲使わせてもらって。ああ、そうなんですね、うん、すごい。ニールさんと同じぐらいの年ですか。そう、ちょうど同じ。あ、ちょうど同じで、僕もエアジーで DJ してた頃、まあ、クラブでも DJ してて、うん、本当その時から僕ずっとしてるんで、うん、20年以上。すごいね、アーティストとかもう多彩な人多い年代ですよね、ニールさんの年代って、ね、そうかも。今ちょうど42歳43歳ぐらい、うん、あ、ジェネレーション X。 ジェネレーション X、 アメリカではね、ちょうどこの僕の年齢、ジェネレーション X っていう名前ついてるんですよ。なんでなの？どういう意味？ちょうどその X 系のスポーツとか、あ、なるほど、ね、そういうものがこうガーッと流行った世代なのかな。だからそれ前はチームスポーツとか多かったけど、うんうんうん、こういうスノーボードだったりマウンテンバイクとか、うん、個人でやるそのスポーツだったり、そういうのが流行った世代なんですよね。そういう意味だったんですね、あのジェネレーション X。 そうです、ジェネレーション X、うん、勉強になります、はい、ありがとうございます。さあ、今週はですね、ワンフィルムズのディレクターニール・ハートマンさんを迎えて、9月18日にリリースされたばかりのカーナチ9、ね、こちらについて紹介しています。引き続きよろしくお願いします。はい。さあ、前半ね、このカーナチ9にどこで撮影してきたんですかみたいな話を聞いてきたんですけれども、引き続きね、このロケ地の話聞いていこうと思うんですけど、はい、まあ、前半北海道の話メインに聞いてきました。で、本州も行きましたね。行ってるんですね。行きました、うん、何回も行きました、はい、3回ぐらい通ったんだけど、うん、思い出の旅ですごいいいパートになってるのは青森行った時です。青森、うん、青森八甲田、素晴らしい山とすごい雪があって、うん、樹氷、樹氷、うん、で何回もね、あの川団地の中にも八甲田のシーン何回か出てるんだけど、うん、今回ね、そのハンドメイドの、うん、まあ、雪のこのスノーボードのカルチャーをちょっと取材しに行った感じですかね、うん、まず一人龍馬くんって、あの今回の表紙になってる、ライダーなんだけど、はい、彼がそこに住んでて、で手作りでスノーボードの板を作ってるんですよ。うーん、もうゼロから、あのホームセンターに行って木を買って、はい、でそれをボンドでくっつけて、で曲げてキャンバーを作ったり、うん、でそれに PTEX のソール貼って、あとビスのインサート入れて、はい、ちゃんとバインディングをつけれる、うんうん、まあ、スノーボードだけどエッジがないんですよ。へー。で今流行ってる雪板、うんうん、日本語で言う雪板、雪板、これはまあバインディング使わないで、うん、本当木で自分の好きな形のシェイプに、はい、あの板を作って、その上にただ立って滑るっていうのも、うん、まあ、最近流行ってて、うん、それも作るちょっとワークショップをちょうどその青森でやってて、はい、それにも参加してきたんだけど、まあ2つのスタイル、うんうんうん、バインディングをつける手作りのスノーボード、はい、それとバインディング使わない本当ただ立ってサーフィンみたいに滑る雪板、うん、これをたくさん取って、うんうん、まあ、ワンパートに作ってきたのね。なるほど、うん、これはね面白い、日本ならのなんかムーブメントというか、うんうん、まあ、世界的にこの雪板っていうこの流行りはちょっとあるんだけど、うんうんうん、ヨーロッパで作ってる人もいるし、アメリカにもいるけど、はい、日本人はやっぱりね、こうクラフトマンというか職人の文化がやっぱり昔からあるのか、そうですね、なんだ、その影響があって、本当木材だけですごいシンプル、あとちょっとソールに生地を貼ったりとか、はい、本当あの自然素材だけで作るっていうあの文化がどんどん出来上がってきて、これすごく面白いね。まあ、僕初めてこの雪板ってした2年か3年ぐらい前だったんですけど、うんうん、作ってる人多いですよね最近ね。で今ちょうど、まあ、あのビデオにも出てる五味尾淳君、うん、はい、あと今回青森で取材した堀内健さん、うん、あのすごいいいものを作ってる人たちいて、はい、で彼らもちゃんとそれをこう共有したいっていう気持ちちゃんとあって、そのワークショップっていう形で参加した人にそのブランクス、この木だけ用意してあげて、うん、あと自分で好きな形に切って、うん、で道具も全部貸してあげて、うん、あの作り方を教えながら、うん、でその1日か2日間参加したらもう完成するという、
これをやってくれてるからね、どん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 ね増えてきてる。なんかあれですね、雪行くならではっていうか木行く的な感じですよね。そうそう、すごい ね、あの僕はいつも撮影で行って実際僕は作ってないんだけど、うん、その作る人の顔を見るとね、うん、すごいいいよ。いや面白いですよね、どん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 いいかも、すごい楽しそう、うん、最近横乗り文化ね、スケートボードも手作り多いし、自分でね、あのいらなくなったデッキ削ってとかって人もいるし、ね、作品作ったりとか、うん、ここに来てもしかしたら DIY がねもう一回復活ですかね。いやーでも本当そうだよね、うんうん、まあやっぱりちゃんとした工場で作ったスノーボードとかスキーは、うん、これは素晴らしい素晴らしい、うん、これはもう何もう100年の歴史が入って ね、すごいもんできてるけど、すごいシンプルに全部削ぎ落として、うん、その手作りで作ってやってみるのも大事だなと、うん、そうですね、うん、まあ、もしかしたらね、その自分で作った時にあのいつも乗ってるその売られてるスノーボードとか、うん、なんでこんな素晴らしいものはないんだって思うと思うし、そう、うん、ね、乗り比べたりとかするとありがたみがまた出てきて、そうですね、難しいね、もう大事に扱おうみたいな、ね、もうちょっと大事にしようって、エッジが錆びてるのがちょっと申し訳ないなみたいな、そう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 、ね、ちゃんとチューナップしようとか、うん、ね、そういう気持ちにもなってほしいなと思いますけれども、で、ぜひこのね、青森パート雪板ね、ここも皆さんに見てほしいなと思います、はい、さあ、カーダンシリーズといえばニールね、DVD の中で使ってる音楽毎回話題になってるんですけども、今回のラインナップどんな方の音楽使ってますか。今回はですね、まあリターンメンバー何回か使ってる、まあ、東田智弘さんとかね、はい、あと北海道の国行高橋さんとか、そういうメンバーも入ってるし、今回ね面白いの、僕 Facebook で、はい、音楽探してるんであったら送ってくださいって一回出したんですよ、はい、編集してる時に、うん、それがね来たの、結構来たの。あ、そうなんだ。で実際、2曲ぐらい入ってるかな。でも面白いのはこの Bliss っていうバンドで、はい、ちょうどね、あの外国人でニセコに住んでる人なんだけど、うんうん、彼が20年前にちょっとバンド活動してたと、はい、でそのアル、まあ、幻のアルバムみたいな感じでこれもし使えるんだったら使ってよって送ってきて、はい、結構パンクな曲が1曲入ってるんだけど、うんうんうん、これ気に入って、そのキッズパート子供のシーンがあるんで、はい、そのオープニングにその曲使ったんで、うん、これはまあそのネットを通じての縁だなっていうか、うん、それがね今回ちょっと面白かったかなと。すごい世の中ですね。ね、繋がるよね、うん、そうやってね。僕もキャンピングカーインターネットで売ったりとかもしたし、そうすね、もう最近なんでもちょっとまず Facebook でやってみようかな、うん、大事ですね、はい、あの子供のパートもあるんですね、キッズパートもあるんですね。そうそうそう、今ちょっと言ったのは、うん、あのキッズパート、小学生、はい、ちょうどレジェンドライダーの正竹内さんと、うん、玉井太郎さんの息子、はい、とあと僕の娘、うん、小学校3年生ちらっと出てるんだけど、ちょっとその3人で、うん、小学生、まあ、キッズのフリーライディング、うん、ジャンプとかじゃなくて、はい、キッズの本気のパウダーライディングをかっこいいなと思って、これを見せたくて今回キッズパートを作りました。なるほどね、これいいんですよ、これもぜひ見てほしいですね、ファミリーですよ、うん、これからね川団地20ぐらいまで行くためには子供を育てるしかないなと思ってそこからそうなんですよコアメンバーが疲れてきたら、いやもう先見てますね。そうなんですよ、うん、20ぐらいまでなんとか、うん、はい、いけますねいけるかな、はい、さあ、そんなアーティストさんでたちでね、そうなんです。あとはね、うん、大阪のね面白いバンドはね、アニマルリビングっていう、うん、これも2曲使ってるんだけど、はい、ぜひ検索して探してほしい、うん、あの若手のアーティスト2人のユニットなんだけど、デジタルで作ってて、すごいかっこいい、はい、あとメジャーで言ったらケンイシ、うんうん、前にも使ってるけど、別名義でフレアっていう、うん、ティーザーにも彼の曲使いましたけどね、はい、この辺が、まあ、今回のサウントラのいいところかな。はい、ありがとうございます。ね、こちらちょっと気になってるなっていう方はぜひね、ニールさんのホームページなんか、はい、カーダンチのホームページなんか見たらね、全員載ってますので、そこからチェックしていただいて、ぜひチェックして、ね、アーティストの曲もね、はい、もちろん DVD 買って聴いてみてほしいなと思います。さあ、最後になるんですけれども、このカーダンチ9ドライブス試写会ありますか。ありますね、はい、北海道で今度10月の11日、はい、旭川のスプレーという、うんうん、お店でこれ毎年恒例でやってます。やってますね。これは必ずライダーいっぱい集まって、うん、盛り上がるんでぜひ来てください。はい、あと盛岡もやるんですけど、ちょっと行きづらいよねみんなね。 そうですねそうだよね、ごめんね、はい、まあ、聞いてる方いらっしゃったら、ね、はい、聞いてほしいなと思います
はい、今日出演していただいたニール・ハートマンさんの活動ですけれども、この番組、リアライブレディのホームページにリンクしてあります。ニール・ハートマンさんのオフィシャルサイト、そして Facebook でチェックして、このカーダンチ9ドライブス、そして試写会の方に遊びに行ってほしいと思います。ニールさん、2週にわたってありがとうございました。ありがとうございました。また来年ぜひお待ちしております。来ますよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫ですかね。バッチリです。大吾さん、いつもありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。もういつも楽しみ。